さあ今週も始まりましたアタック地方競馬、小坂井翔太です。赤道博です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは大江陽子さんです。大江さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は内容盛りだくさん、早速こちらのニュースからお届けします。5月29日日曜日、佐賀の松島久志調教師、佐賀競馬第3レースをアイリステソーロで勝って、地方競馬通算1000勝を達成しました。6月1日水曜日、浦和のムロヒーロー騎手、浦和競馬第3レースをプリプリクインダムで勝って、デビューから12戦目嬉しい初勝利を挙げました。はい、赤目さん、室騎手初勝利、騎乗ぶりどう評価されますか？もう本当にスピードを生かしたね、見事な初勝利だったと思います、うん、デビューがちょっとね遅れたんですよね、以前骨折して、はい、ボルトが入ってたところのこのボルト除去手術のためにデビューが遅れたということなんですが、うん、もうかなりね騎乗数も多いですし、はい、早々に初勝利を挙げて、木曜日までにもう3勝を挙げてますからね、浦和のヒーロー、地方競馬のヒーローになってほしいですよね、うん、そうですね、もうオレンジ色の勝負服でこう明るく照らしてくれるようなヒーローになってくれることを願っております。初勝利おめでとうございました。では最初のコーナー、こちらです。今週行われた重賞レース振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは5月29日日曜日、水沢のイーハトーブマイルです。はい、カクテルライトが軽快に逃げるところ抜群の手応えで並んでいった富士クラウン、直線は6馬身突き放す圧勝劇、素質馬が急成長で初重賞制覇です。同じく29日、佐賀の九州ダービー栄城賞です。いかにかん、やりましたね、うん、やりました。はい、道中は内をロスなく進んで4コーナー外に出したいかにかん、3頭の追い比べを制しました。時計のかかる馬場で上がり勝負になったことも味方しましたが、竹吉徹騎手ナイスエスコートでした。続いては30日月曜日、名古屋のワンガンスターカップです。はい、2番人気だったブンブン丸、4コーナー馬なりで先頭に立つと直線突き放して圧勝、一時期勝ちきれないレースが続きましたが、ここに来て3連勝、もう一段階パワーアップしました。次は31日火曜日、高知の福永陽一記念です。はい、逃げて連勝してきたララメダイユドールが今回は3番手からのレース、3、4コーナーで前を捉えに行く時の足色が1頭だけ違いましたね。控えるレースで強い競馬ができたことは大きな収穫です。6月1日水曜日、浦和の埼玉杯です。はい、最初のサンハロン35秒9、このコースにしては落ち着いた流れでの先行争いで自分の形に持ち込んだサルサディオーネ、一旦シャマルに抜かれてからさらに盛り返しての粘り勝ち、お見事でした。では矢野孝之騎手のインタビューお聞きください。戦6でもねちょっと忙しいかなっていうイメージがあったんですけども、まあ戦4ですし、また浦和コースということでね、ちょっと張り切っていかないとなっていう気持ちはすごいありました。1回出られてるんですけど、差し返してくれたねこの根性に、本当頭が下がります。毎年毎年この馬でね大きいところ本当勝たせてもらってね、また年を取っていくたびにね調整が難しいと女馬ですし、思うんですけども、本当陣営がすごいよくしてくれて、毎回毎回安心して乗ってくれることに本当にありがたく思ってます。次は2日木曜日、門別の北海道スプリントカップです。はい、好スタートから逃げたダンシングプリンス、他にも先行したい馬はいたんですが、スピードを生かした軽快な逃げに持ち込んで最後まで粘り込みました。落合源太騎手の手綱さばきも光りましたね。ダンシングプリンスゴール。同じく2日笠松の岐阜清流カップです。はい、兵庫からの遠征馬栗の女神エース、外からすんなり先手を奪うと一旦は平士林に並ばれそうになりましたが振り切って完勝、石橋満騎手厩舎ともども初重賞制覇です。次は園田の六甲杯です。
はい、一番人気ジンギー、淡々としたペースの中で2番手から折り合っていましたし、逃げた大才もよく粘ったんですが、ゴール前きっちりと捉えて昨年の雪辱を果たしました。6歳の今年本当に充実しています。最後は5月31日に浦和競馬場で行われた地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップのファイナルステージを振り返ります。まずは第1戦です。はい、ここは人気薄の決着でした。道中後方にいた岡部騎手、ロスなく内を進んで4コーナー外に出すと、ここから差し切り勝ち。展開もはまりましたが、10番人気馬を勝利に導いたのはさすがです。続いては第2戦です。はい、楽に2番手につけた藤原美希夫騎手、早めに先頭に立つ積極的なレース運び、最後は5馬身差の圧勝でこのシリーズ初勝利を挙げました。最終結果はご覧の通り。8月に札幌競馬場で行われるワールドオールスタージョッキーズへのチケットを手にしたのは、シリーズ2勝をマークし67ポイントを獲得した愛知の岡部誠騎手でした。はい、今週の注目レース振り返ってご覧いただきました。なお5月の21日放送回で特集をさせていただいた兵庫のイグナイターなんですけれども、先玉杯熱発により回避となっています。はい、さあ、その先玉杯を勝ったのはサルサディオーネでしたね。大江さん、強かったですね。浦和競馬場で表彰式を行われて、その帰り道、矢野孝之騎手がファンのおっちゃんの方から、よう逃げ粘ったなと声かけられていたんですけど、いやいや、逃げ粘ったのは僕じゃなくて馬ですよって、こうサルサディオーネを称える場面なんかも微笑ましかったですし、最後ね、やっぱり合わせる形になったのも良かったんじゃないのかなと思います。そうですね。さあ、続いて前日、その前、先玉杯の前の日にはジョッキーズチャンピオンシップも行われました浦和競馬場なんですが、大江さん、ここでも取材をされてましたよね。そうですね、第1戦はもう矢野孝之騎手勝つと思いながら私もカメラ構えていたんですが、はい、岡部誠騎手よく届きましたよね。本当に、で、あの名古屋競馬場が今年の4月に移転してコースが変わったことで、各ジョッキーこうレース探り探りまだ進めてる感じも受けるんですが、岡部騎手はその中でもレースでの判断とか引き出しとかがこうすごく増えてるように思っていて、なるほど、地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップファーストステージの佐賀でも取材していたんですが、シリーズ通してすごく手綱さばきさえ渡っていたなと思います。そうですね、上さん、やっぱりその浦和で最後あそこを指してくるっていうのは、さすが岡部誠騎手だなっていうのも感じますよね。ちょっとびっくりしました。本当、大江さんおっしゃったように、あ、もうこれ前で決まったなっていうところから来たじゃないですか。そうですね。でね、あの振り返ってみるときっちり打ち通ってるんですよね。だから、ああいうところがね、一つ一つ本当に丁寧に騎乗されてるなと感じました。そしてウエストアタッカー的にはやはり仁義のお話もと思うんですが、六甲杯すいませんね、パツパツのところ入れていただきたいと思います。仁義といえば暑い時期苦手、2400メートルも長いんじゃないかと言われる中、ベストじゃない舞台だったかもしれないんですが、やっぱり強さ見せてくれましたし、この日には岐阜清流カップで、園田姫路競馬の石橋充調教師が重賞初制覇も果たしたということで、園田競馬場ちょっとお祝いムードが漂っていました。そうですね、仁義にとっては去年取れなかった六甲杯を勝ったという部分も大きかったと思いますが、仁義の六甲杯レースまで振り返りました。アタックプレイバックでした。さあ、競馬場にいる馬といいますと、競走馬の他に誘導馬がいますけれども、赤見さん、これ誘導馬っていうのは競馬の中でどういう役割を果たしているものなんですか？はい、あのいろいろな役割あると思うんですけれども、その中でも大きな役割は競走馬にとっての心の安定剤という部分だと思いますね。はい、馬はあの群れる生き物なので、近くにいる馬がこうテンションが上がっていると自分もどんどんテンションが上がってしまうんですけど、逆にこう近くにいる馬が落ち着いているとだんだんと自分も落ち着くことができるという性質があるので、誘導馬がいるっていうのはね、競走馬にとってもとても大切なことだと思います。なんですね。そして今映像に出ている大井競馬場では、昨年現役を引退した重賞4勝馬トロバオが6月8日の東京ダービーで誘導馬デビューすると発表がありました。これも楽しみですよね。
さあそこで今回は大井競馬場誘導馬厩舎の責任者でいらっしゃる坂口昇さんに誘導馬のお仕事、それからトロバーについてもお話を伺っています。まず基本は誘導、しっかり誘導をやると、レースにしっかり花を添えるような誘導が一番で、まあ、帰ってきてファンの方たちとの触れ合い、まあ、そういった形でのものがあの開催中の業務としてやっていくことですね。これは例えば新馬戦とか、まあ、あと通常のレースとか、それによって乗り役さんたちが、まあ、特に新馬戦になるとまっすぐ歩けなかったりするので、後ろの方でちょっとした声でですね、もうちょっと向こうまで連れてってくれとか、ある程度その距離を近い位置で歩かせてあげるようなこととか、その馬に合わせて、または乗り役に合わせてスピードを変えたり、ただ連れていくだけではなくて、コミュニケーションが大切ですね。素質的に物覚えがよく優しい馬だとであれば私たちも助かるんですけれども、まあ、中にはやっぱりすごい強い馬、まあ、以前のボンネビルレコードのように強すぎて馬の中でもトップクラスの馬力を持っている馬、そういう馬の場合はやはり時間はかかるかなと思いながらも、それでも4ヶ月ぐらいできましたけれども、一番は学習能力がボンネビルの方は高かった。で、他の馬たちもそうなんですけど、やはり学習能力ですね。まあ今まで歴代の競走馬引退した馬では一番早いのが1ヶ月半、クリールマグナムが約1ヶ月半ですね。で、だいたい3ヶ月前後でほとんど誘導の方に行けるような形は取れます。ただし順地はほとんどできるんですけども、競走馬との誘導っていうのはもうデビューと一緒ですから、そこからまた一つ順地が始まるというようなことで、全て誘導しながらもまた誘導馬としての質を高めていくっていう形ですね。まず乗る以前に馬の頭の中を少し整理してあげる。テンションが非常に高い馬はやはり調教しようとしてもそれ以前の問題でなかなか調教に時間かかりますから、やはりテンション下げてあげて、それは心拍数が下がるのと一緒なんですけれども、そこから一つ一つ要求を高めていくというような感じで、実際この誘導馬厩舎から、まあ、誘導業務、その動線上を全て行ったり来たりして、そこの中でやはりいろんなものを発見するわけですね。元競走馬の場合はハローも見たことないです。そこで置けるトラックとか、そういうのが実際誘導馬の場合は出てきますので、競走馬終わったらすぐにハローだとかトラックだとか、いろんなものを見ながらその動線上をまず全部クリアにしていく。今のは動線上の問題なんですけれども、例えば風あるときに新聞が飛んでくる、それから近いところでは子どもたちが追いかけっこしてるとか、雨の時傘がポンとなるとか、その視覚聴覚に入ってくる部分の、また何が起こるかわからないっていう部分を想定しながら順地はしていきます。ただしやはりそれを想定外のことがまだまだ起きて、馬がやっぱり跳ねたりもします。いくらおとなしくても誘導を実際やった時に何かの原因で暴れる場合も出てきますので、それは積み重ねですね。来た当時3日間厩舎で震えてましたねだから臆病、ものすごい臆病で大丈夫かなと思ったんですけれども、学習能力は高いですね。ただしやっぱり来た時は本馬場の外立ちから内立ちまで吹っ飛んでいって逃げていったりとか、まあ、何かそこで驚いたものがあったり、まあ、そういうのが一つ一つ、逆にそのくらいはどうってことないよというように、学習能力が高い、だから将来性はものすごいありますね。でもう一つはやっぱり大井競馬場は日本での誘導馬の発祥の地でもあるので、歴代の人馬ともに負けないように頑張ってくれると思います。トロバオはかなり競走馬として活躍しましたので、まあ、競走馬時代と同じようにこの子が誘導馬としてしっかりやっていくのを温かい目で応援していただければいいかなと思います。ぜひ見に来てください。ちょっと最後トロバオも見に来てくださいって言ってたのかなという感じもしましたけれどもね。 VTR ご覧いただきました。大江さん、ご覧になっていかがですか。
競走馬から誘導馬への転身っていうと、速く走るからゆっくり歩くっていうスピードの変化の部分が注目されがちだと思うんですが、それだけじゃないと思っているんですね、うん、で以前京都府警察の平安騎馬隊に取材に行ったことがあるんですが、ここでも元競走馬の馬たちが訓練を受けていて、例えば地面に敷かれたブルーシートの上を歩くとか、近くでスーパーの袋がガサガサ鳴っても動じず落ち着いていられるようにっていうのを、どうしても臆病な生き物なので大丈夫だよ怖くないよっていうのが人が丁寧に教えていっていたので、やっぱり誘導馬も人馬のそういう信頼関係ってすごいんだろうなと思います。そうですよね、あの追い競馬場に行くとトロバーもそうですけど、ボンネビルレコードとかこう坂口さんがすごく丁寧に、ね、こう馬と接しながら誘導馬に向けてのこう調整というのをされてたのも印象的だったんですけど、まずはその、ね、人馬のつながりという部分ですよね。上さん、改めてですけど、誘導馬やっぱり本当に大切な存在ですよね。そうですね、あの私現役の時に高崎の誘導馬に乗ってた方は、私が昔あの乗馬クラブにいた時の方だったので、結構いろいろお願いを聞いてもらってて、はい、私が言うのは大体もうちょっと早く、もうちょっと早く歩いて、もうちょっと早く歩いてっていう風に言って、その自分の馬のリズムで歩かせてもらうことですごく落ち着いたりしていたので、やっぱりね、あの誘導馬っていうのはすごく大切だと思いますね。あとあの今回すごく思うのは、ボンネビルレコード先輩がいるっていうのはね、はい、やっぱりトロバオにとって大きいと思いますね。あの厩舎でね一緒に過ごしてるわけですから、こういう風になればいいんだっていう目標がありますからね。もうトロバオのデビューも楽しみですね。そうですね、20歳の大先輩ボンネビルレコードもいますけれども、トロバオも6月8日の東京ダービーで誘導馬デビューということで、現地に行かれる方もそうですけど、中継にもちらっと映るかな、なんでそのデビューの姿皆さんも楽しみに見ていただきたいと思います。アタックスペシャル、今回は誘導馬についてお届けしました。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーではグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程から確認しておきましょう。日曜は水沢、金沢、佐賀、火曜は水沢、大井、金沢、名古屋、水曜木曜は紋別、大井、名古屋、園田、土曜は高知、佐賀のレースを発売予定です。さあ今回の展望レース、最初はこちらです。はい、明日日曜日水沢競馬場で行われる早知根スーパースプリントです。早知根スーパースプリントにアタック。スーパースプリントシリーズの2戦目となります早知根スーパースプリント、距離は850m です。大江さん、見どころお願いします。昨年に続いて水沢競馬場で行われるワンターンのレースなので、瞬き厳禁の超スプリント戦ですね。はい、では参考レースを見ていきます。まずは4月24日のクリコマ賞です。はい、キラットダイヤ早め先頭から押し切ろうというところ、最後刺されての2着でした。ただ休み明けでスタートダッシュがいまいちでしたから、負けて強しの内容、一度使ってレオカが見込めますし、昨年勝った舞台連覇に期待です。続いては5月10日のスプリント特別です。はい、休み明け初戦は早々に失速して8着だったコンサートドーレ、2戦目のこのレースでは先行争いを制して花に行くとそのまま逃げ切り勝ち、先手を取れるとしぶとい馬です。早知根スーパースプリント参考レースをご覧いただきました。では見解を大江さんからお願いします。はい、私の見解はこちら、昨年の連覇に期待です、うん、岩手に来てからね3着以内は外したことがなくて、もう短距離で強さを発揮していますから、うん、今シーズン2戦目で繰り込ましを2着からの上積みに期待しています。はい、大江さんはキラットダイヤ本命です。赤見さんは？はい、私もこの馬です。本命はキラットダイヤ、まあ、ここは鉄板かなと思います。ただ相手は迷ったんですが、8番のカッチャオの末脚に期待しました。小坂井さんは？一騎打ち。キラットダイヤとコンサートドーレがやっぱり早いんじゃないかなということで、この2頭で生意気にも黒三角はなしでこの2頭に流すというそういう馬券を買ってみようかなと思っております。はい、はい、
早知根スーパースプリントの検討でした。展望レース続いてはこちらです。はい、同じく明日日曜日佐賀競馬場で行われる佐賀ガバイダッシュです。佐賀ガバイダッシュにアタック。早知根スーパースプリントの10分前に行われるスーパースプリントシリーズの開幕戦佐賀ガバイダッシュ、距離は900メートルです。大江さん、ここも見どころお願いします。今年で第4回を迎えるこちらも同じくワンタン、瞬き厳禁です。瞬き厳禁です。はい、では参考レース見ていきましょう。まずは3月26日の佐賀スプリングダッシュです。はい、スタートダッシュ抜群のロトビグラス、道中から後続を引き離しての圧勝劇でした。 900m は3戦2勝2着1回とパーフェクト連帯中、重賞でも注目です。続いては5月21日の北山古庄です。はい、逃げていたペガッソ、勝負どころで内を救われそうになりましたが、もう一段加速して逃げ切り勝ち、ここに来て3連勝と勢いがあります。先行力のあるまで初の 900m も楽しみです。ペガッソは押し切り一着。佐賀ガバイダッシュの参考レースもご覧いただきました。ではここも見解を大江さんからお願いします。私の見解はこちらです。ロトビグラス、佐賀の短距離王といえばドラゴンゲートがいましたけれども、はい、その馬に匹敵するくらいのスタートダッシュの速さを持っているので、この距離ぴったりだと思いますし、うん、ダービージョッキーになった竹吉騎手の手腕にも注目しましょう。はい、大江さんはロトビグラス本命です。赤見さんは。はい、私はこの馬です。7番のアイメイドイット、日田真人騎手ですね。移籍2戦目の前走がかなり強かったので、先行力もあるので、初の 900m でも楽しみですね。さあ、今週はひねらない王子でしょうか。はい、赤見さんがひねったんじゃないかな。はい、僕も大江さんと同じロトビグラスですね。さっきドラゴンゲートの名前が出ましたけど、 900m3 戦2勝で唯一負けたのがドラゴンゲート相手ということなんで、ちょっとこの馬のスピードがここでは抜けてるんじゃないかというところで、ここもハヤブサマカオとの一騎打ち期待です。はい、佐賀ガバイダッシュの検討でした。展望レース3つ目はこちらです。はい、8日水曜日、大井競馬場で行われる東京ダービーです。東京ダービーにアタック。南関東三冠の第2弾東京ダービー、距離は2000メートルです。大江さん、見どころお願いします。はい、南関東の3歳頂上決戦なんですが、1回目の羽田杯が波乱の結果でしたからね、ここどうなるか注目です。はい、では参考レースを見ていきます。まずはその5月12日の羽田杯です。はい、1000メートル通過が59秒5というハイペースの流れで逃げたシャルフジン、最後足色鈍ったところを宮城座王とライアンが素晴らしい末足で伸びてきました。今回はさらに距離が長くなりますから、展開一つで上位は入れ替わりそうです。次は5月4日の東京ワンカップです。はい、落ち着いた流れを3コーナーから押し上げていったタツノエクスプレス、ロマンスグレーもしぶとく粘っていましたが、半馬審査捉えての勝利、初勝利の後なかなか勝ちきれないレースが続いたんですが、ここに来て成長を感じます。タツノエクスプレスだ、ゴーリン。東京ダービーの参考レースをご覧いただきました。ここからは注目馬を1頭ずつ上げていきます。まずは大江さん。リコービクターです。これ番組的にいいのかどうなのかよくわからないんですけれども、見ました、さっき羽田杯ね、外からしっかりと追い込んできていましたから、ここで巻き返しに期待しています。はい、浅野さんと同じということですね。はい、リコービクターとなりました。赤見さんは。はい、私は 2000m でもシャルフジンの粘り込みに期待しています。小坂井さんは。ね、赤見さんと同じ、前走は驚異の粘りだったと思います。シャルフジン 2000m でも粘り期待したいと思います。東京ダービーの注目馬でした。さあ、展望レース続いてはこちらです。はい、9日木曜日、園田競馬場で行われる兵庫ダービーです。兵庫ダービーにアタック。兵庫県競馬の三冠最終戦兵庫ダービー、距離は1870メートルです。大江さん、見どころお願いします。今年の兵庫ダービー結構混戦模様だとは思うんですけれども、やっぱり菊水賞組が有力なのかなとも思います。はい、では参考レースを見ていきましょう。まずは4月7日の菊水賞です。
はい、ここからのね手応え抜群に良かったベルレフォン、直線外に出すとあっという間に突き抜けました。距離が伸びていいタイプですから、ダービーの舞台は絶好でしょう。次は5月12日の野次菊賞です。はい、2番手から早め先頭に立った2年 B 組、ゴール前は余裕がありましたし、着差以上に強い勝ち方でした。菊水賞は逃げて6着だったので、今回もボバに混じってどこまで戦えるでしょうか。8番2年 B 組ゴール。兵庫ダービーの参考レースご覧いただきました。ここも注目馬挙げていきましょう。まずは大江さん、バウチェイサーの巻き返しに期待しています。ちょっとこの馬テンションが高めの馬なので、うん、結果的に菊水賞は守りの調教に入ってしまったっていうことなんですが、今回しっかりと仕上げられているようですよ。なるほど、バウチェイサーという大江さんですが、赤見さんは。はい、大江さんと同じくバウチェイサーですね。兵庫チャンピオンシップの負けがね、今度次の勝利につながるんじゃないかと期待してます。小坂井さんは。はい、僕はベルレフォンのあの菊水賞の足はやはり忘れられないのでね、ここでも本命にしたいと思います。新しき厩舎勢の注目ということにね、赤見さん、大江さん、小坂井となりましたけれども、どのようになるでしょうか。兵庫ダービーの注目馬でした。では改めて明日以降の発売カレンダーも見てみましょう。明日からの1週間ご覧の通りとなっています。ダービーシリーズにスーパースプリントシリーズ、地方競馬の醍醐味存分に味わってください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、明日日曜日は水沢の早知根スーパースプリントと佐賀の佐賀カバイダッシュ、8日水曜日は大井の東京ダービー、9日木曜日は園田の兵庫ダービーを中心に放送予定しています。ここでプレゼントのお知らせです。愛知県競馬組合の提供で第52回東海ダービータブレットケースを5名様へプレゼントします。ご希望の方はメールまたはハガキでご応募ください。宛先はそれぞれご覧の通りとなっています。たくさんのご応募お待ちしています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さあ、今プレゼントもご紹介しましたが、6月7日火曜日には名古屋競馬場で東海ダービーも行われますので、ちょっと注目馬を1頭ずつ上げていこうかなと思うんですが、大江さんは。いいねいいねいいねに注目しています。3戦続けて重賞2着ですし、春天賞も直線に入ってしっかり伸びていましたからね、この馬もいい足ありますもんね。いいねいいねいいね、はい、注目というところです。赤見さんは。私もいいねいいねいいね。お、いいねいいねいいねなんですね。ですですです。やっぱりあの3戦続けての、ね、2着で今度こそ1着期待してます。小坂井さんは。僕はあの谷の旅との前走がすごく強かったので、なんかオルフェーブルサンクって覚醒するとああいう強さになるなっていうのがあったので、引き続き注目してみたいと思いますが、いや、大江さん、それにしてもダービーシリーズがね、来週3連続レースがあるというところで楽しみですよね。まさにいいねいいねいいねって感じですね。本当その通り。うまい。そう、うまいですね。中見さんのこのジェスチャーが今ツボにはまってました。ちょっと昭和っぽいですね。いいねいいね。はい、ね、ダービーシリーズも続いていきますけど、佐賀はね、いかに感が勝っていかに感がトレンドになったりしましたから、そのままの勢いでダービーシリーズ皆さんと共に楽しんでいけたらと思います。さあ、今日のゲスト大江陽子さんでした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アタック地方競馬、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。